本日のセミファイナル東進特別ルール10分一本勝負を行います。青コーナーに伊佐美選手の入場です。顔に行く、顔に行く、正面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 、アホに
休まない、逃がすな、逃がすな、逃がすな、細かく、細かく、まだ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 ゆっくりで、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 休ませない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 、シーダウンタウンのシーツ何応援してんの、セブン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 、ダメじゃん、ほう、めっちゃしちゃダメだから、しかれ、しかれ、逃がすな、すみません、ちょっと今日はごめんなして、まあ、ちょっとキャンプしてないんですけど、負けてしまいました。ちょっとすっきり勝ってから言いたかったんですけど、宮本代表、ちょっと東進で3年間やってきて、正直ちょっと体も結構あちこちボロボロで、自分ももうそんなに長くできないと思うんですよ。で、来月、石川祐希選手、新木場で石川祐希選手参戦ということで、自分ちょっと石川さんに個人的に恩があるので、この短い、あとどれくらいでできるかわからないですけど、ぜひ石川祐希選手とシングルマッチ組んでください。お願いします。残らず石川さんにぶつかってみよう。ありがとうございます。平成最後のクリスマスに最高のクリスマスプレゼントだと思います。ありがとうございます。10月25日新規の大会、石川祐希杯イサミ正式決定でございます。12月25日もぜひ皆さん、見に来てください。よろしくお願いします。改めまして、本日のセミナーで更新特化する10分一本勝負は4分47秒、4分47秒、レフリーストップといいまして、TV 選手の勝ちでございます。